なのかです。あつみです。るいです。りなです。今日は私たちの1週間の書き芋紹介をしていきたいと思います。イエーイ。はい、それではどうぞ。それでは早速私から1週間の食費を紹介していきたいと思います。1日目は特に使ってないです。今日はちょっと1日お買い物をしていて、やっと今お家に帰ってきたところです。アフタヌーンティーでちょっとお買い物もしました。4950円。今日の3時のおやつはたい焼きです。430円。その後にIKEA でいろいろ家具を買ってきて、今日の夜ご飯はIKEAでご飯を食べてきました。30円10円。この日はちょっとIKEAでお買い物して、IKEA でご飯食べたのでちょっと高くちょっとかなって感じ。今日アパレルの仕事でスーパーで2248円お買い物をしてくれました。はい、今日はうちのルイちゃんの1歳の誕生日です。イエーイ。動物園に遊びに来てます。お昼が、レストランで食べて2880円。3時のおやつにアイスを買いました。1080円でした。お買い物をしてから帰りたいと思います。バイバーイ。この日はちょうどベビちゃんの誕生日、1歳の誕生日で、会食だったりとかで、これぐらいになっちゃったかなって感じで、5、6、7で食費はなしです。だからこの3日間は実家に帰ってたっていうのもあって、お家にあるもので詰まってたりとかで、使いませんでした。こんな感じで1週間の私の合計は9648円。そんなに外食もめちゃめちゃするわけじゃなくて、結構できるところは節約してしたりとかしてるので、食費も頑張って抑えてます。偉い。1日目はダイソーに行って子供たちのお菓子を買いました。ダイソーのお菓子は結構3個で100円とか2個で100円とかっていうものが多くて、結構いつも買います。今回ダイソーで買った金額、合計金額は324円でした。見て、2日目と3日目が0円使わなかったので、今日はスーパーで食材の買い出しをしてきました。スーパーに行くときはこんな感じで買いたいものをメモしていって、少しでも無駄遣いをしないように、これ以外は買わないようにしています。スーパーでの買い出しは週に1回くらいです。今回スーパーでかかった合計金額は2805円でした。スーパーで買い出しするときは結構5000円とかいっちゃうときもあるんですけど、前の週にお買い物したので少なめかなとは思います。5日目が0円。今日は6日目です。今は家族でマックを買いました。フラペチーノ2つ買いました。今日1日の合計金額が2376円でした。今日は家族の休日ということでマックとスタバに行ったんですけど、本当に家族の休日はもうマック様々っていう感じです。今回マックでは1020円だったんですけど、普段はもう少し1500円とかは行ってるんじゃないかなとは思います。今お仕事で東京に着いたばかりなんですけど、コンビニで明日食べる朝のサラダとココアを買いました。合計金額が600円でした。1週間の合計金額が6105円でした。めっちゃ安い。私も結構節約って感じで気にしてはいるので、0円だった日にシール貼って気分を高めるというか、なるべく月に3万以内で抑えるようにしてるので、こんな感じでした。1日目のお昼なんですけど、コンビニで買いました。430円でした。これで今日のお昼ご飯はおしまい。今日はですね、ちょっと夕方に息子と一緒にスーパーでお買い物をして帰ってきたんですけど、5336円でした。結構がっつり買いました。いつも土日のどっちかとか2週間に1回結構がっつりたくさん日用品も含めて食費だけじゃなくて買い物をするんですけど、その2週間に1回くらいの食材で足りなくなった残りの平日とか、ちょっと仕事終わりとか夕方にその3日分足りるご飯とか食費とかを買うことが多いです。で、3日目は0円でした。お家にあるものを
使って作りました、はい、ということで4日目のお昼でございます。今日はちょっと仕事先の人と一緒にランチしました。値段なんですけど1880円、高めですね。5日目のお昼と夜ご飯ちょっと今日はまとめてなんですけど、今ちょっとねスーパーから帰ってきて2週間に1回すごいまとめ買いをして、2週間弱くらい持つように食材をたくさん買うんですけど、これがもうね25,284円でした。合計結構がっつり食材をいっぱい買うんですよ。そうなんですよ。でいっぱいわーって買って、でお肉とか野菜をカットして冷凍しておいて、だんだんお弁当だったらお弁当の分も作り置きしとくみたいなのをやってるんですけど、でもこれは使いすぎですね。多分お菓子とかもいっぱい買ってます、ね、いや消費しますよね。そうめっちゃ消費します。で6日目は0円でした。7日目は3633円なんですけど、最終日だけウーバーしてた感じで夜ご飯に合計が38,111円です。おさえます。トラさんとトラさんと合流して、合計お蕎麦屋さんでは3,200円でした。自分だけスターバックスを買ったので、501円です。明日からみかんを買いました。で、合計551円です。その後ちょっとスーパーによって1302円でした。なんか何気買ったチョコが、今日はスーパーの買い出しに行ってミートソーススパゲッティを作りたいと思うので3,937円です。クッキーとティッシュとコーヒーを頼んじゃったので1,307円です。今日はお散歩のついでにカスタムしたので594円です。今日の買い物は以上になります。1,108円でした。友達とカラオケに行ってご飯に行ったので、カラオケで食べたのはポテトとかパフェなので多分2000円ぐらい。その後焼き鳥食べに行って1人5000円だったので4日目の合計は11,108円。今日はトワさん公園に行ってって帰りにファミリーマートに寄ったんですけど、それが1175円でした。ちょっと体調があんまり良くなくてあんまり動けなかったのでココイチを頼んだのが2500円になりました。6日目はめちゃめちゃ雨降っててお出かけもできないから0円です。今公園に向かう途中で成城石井に寄っちゃって453円でした。今日の夜ご飯とか今週のものとかも買ったので5281円でした。片栗粉を買い忘れてたことに気づいたので片栗粉だけ買おうと思ってたのにスイーツとかも買っちゃって合計746円買い足しました。忘れてると思ったんですけど37,225円。おー。はい、ということで今回の節約女王は夏美ちゃんです。本当にすごい圧倒的夏美ちゃんです。見習わなきゃ。私今回の企画で初めて家計簿をつけたから。私もです。本当ですか？全くつけてなかった。こんなにかかってるんだと思って、うん、ちゃんとやろうと思いました。はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。バイバーイ。